はい、というわけで、MacOS をシエラに戻しました。で、やっぱねちょっとクイックタイム取れないとしんどいんで、でこれでちょっともう一度ロジックのみで、ヒップホップをちょっと簡単にざっとヒップホップ、まあ30分ぐらいですかね。でまずはロジック立ち上げました、でドラマーでいいですかね、まずドラマーヒップホップで、やりましょう。作成ドラマーのトラック作って、でちょっと、まあ、前回ちょっとジャジーなやつだったので、今回ちょっとゴリゴリのそうですね、ニトロとか日本で言うと ニトロみたいな、こうなんかちょっとハードロックと、まあ、ミクスチャー的な感じなんですかね。ハードロックと、まあ、ヒップホップ、ハーコーっていうんですかね。まあ、それがハーコーっていうか分かんないですけど、なやつをちょっと目指してやってみましょうか。で、まずは、このドラマーのこっちですね。だから、この、この人。この人。で、じゃあこれでちょっとまずはフックを作りますかね。もうちょっとなんか、どうですかね。ニトロとかだったらもうちょっと早いんですかね、テンポね。これぐらいでもいいかもしれないですね。ちょっとこういう歪んだ感じ、いいかもしれない。ベースのビートはこんなもんでいいですかね。で、あとちょっとロックっぽいギターなんかないかな。ちょっともっと軽くなっちゃう。もっとゴリゴリのなんかメタル系ハードロック、
ちょっとうるさいかな。
これがだからもうバースですね。そうするとちょベースはちょっとシンセベースっぽいのなんかないかな。
ですか。で、これちょっとざーっとずらして、とりあえず、コピーしましょうかね。まずはね、3回ぐらい。まあでも3回ちょっと長いかな。なんとなく。そんな感じがしますね。で、イントロ。イントロはこいつを使おうか。イントロ。イントロもちょっと、8小節だとなんか、個人的には長いなと思うので、もう4小節ぐらいにしちゃって、これがベース、4小節でちょっと、これいらないな、これだな。ジェーンみたいな感じですね。うん、いいんじゃないですか。かっこいい。うん、よし。で、とりあえずこれで、3分半、3分40秒ぐらいか。まあまあ、うん、
いいんじゃないですかね。で、なんか足しますかね。ちょっと新設っぽいのを。これ B でしたよね。B。じゃあ、もうこれもループでささっといってしまおうかな。シンセサイザーのキーを、キーに並び替えて B。この辺から。ちょっとさりげないけど、なんかちょっと、あ、なんかトラック増えたかなみたいな感じ、いいっすね。うん、で2回目のバースからちょっとこのシンセ入れて、ちょっとずつこう厚みを増してい、いくって感じですかね。でここフックはいらないかな。ここはいらない。最後のここで、最後の大サビで、なんか入れてみますかね。どうなんですかね。ちょっとエモいのかな。ちょっと一旦これ置いといて、もう一回見てみましょう。
入ってもいいんすけどね。いいんすけど、でも一網打尽っすもんね。一網打尽はエモくない、ちょっとエモいっすもんねこれね。いや、あ、どうしようかな。いや、エモくいかない。この辺ギャオギャオって言ってんのにエモくなってもね、最後ねちょっとなんなんて言うから、最後までオラオラでいきますか。オラオラで一網打尽しま、一網打尽しましょう。なんかゴリゴリのやつないかな。ゴリゴリ、これだってし、ね、エモくないし、ちょっとなんかぽいっすよね。これはちょっとやっぱりな、エンドレスストリートとかだからちょっとちょっとなし。はい、いいっすね。ちょっと EQ で音をちょっと変えてみましょうかね。EQ ぐらいの変え方でいいんじゃないかな。なんかもうちょっと欲しいんですよね。リバーブかな。なんだろう。ちょっとよくわかんないですね。
とこれぐらい伸ばしてもいいかな、ここ。これをちょっと残響が欲しいっすよね。ちょっとね、どうでしょうかね。まあまあでもこんな感じでいいんじゃないですか。これでもさ、これこの口笛みたいなね、シンセいいっすね。いいんじゃないですか、こんな感じで。であとはちょっとこれだけロジックじゃないやつのオゾン、オゾンをじゃあこの辺からかな。これの、これ最後あれだな、85、86小節から、フェードアウトしましょうか。ちょっとずつね、これね、ボリュームを、ボリュームのオートメーションを、僕のオートメーション書くの結構あんまり好きじゃないんですけど、めんどくさいんで、めんどくさいんで好きじゃないんですけど、ここはなんとなくこうフェードアウトしていった方がいいな。なんかここからあれかな、ちょっとディレイでもかけてみますかね。ディレイもでもな、これロジック付属のディレイあんまりね、あんまり使ったことないんで、これをちょっとここだけ。で、ここのオートメーションのこのこれをやって、メインのインサート、3バイパス、インサート3テープディレイ、こいつのインサート、要は挿入してるかバイパス外してるか
っていうのを決めてあげますので、これで今これのロジックの下、これがねちょっといまいちなんですよね。これでこれがバイパスだから逆だな。こっちのこうだな、上がバイパスなので、この最後の部分だけかけたいということは、ここで、インサートにしてあげるところですね。 OK、 こんな感じでいいんじゃないですかね。うん、これザクッと、ちょっとニトロっぽくやろうって言ってたんですけど、途中から一網打尽に、なったというところで、どうですかね。ちょっと一回聞いてみましょうかね、最初から。
うん、まあ全体としてはいいっすよね。ただやっぱちょっとね、2回目の、バースと3回目のバースがやっぱねちょっとビートが弱いっすねこれね。なんでちょっとこの辺にあとビートをなんかいい感じのやつをちょっと足してあげたら、まあ、まあまあいいのかなっていう感じですよね。あんまり主張しすぎない、あんまり主張しな、まあ例えばこういう感じのやつとかをちょっと足してあげた方がなんか良さそうですね。あまりにこのフックからの落差が激しすぎるというか、こんな感じですかね。うん、というところで、いいんじゃないですかね。はい。まあちょっとこんな感じでザクッと簡単に、ロジック付属の、ループとあとドラマーですね。これ結構ね便利なんで、ビートの補強にも当然、使えね十分使えるんで結構いいかなと思ってますんで。まあ、使ってみたらいいのかなと思いますね。はい、じゃあとりあえず簡単ですけど、初めてのヒップホップその3にしましょうかね。はい、でこれまた、アップしておきますんで、コメントなんかわからないこととかですね、ここもうちょっとどうなってんのとかっていうのがあれば、コメント欄に、質問書いてください。では以上です。